アルフォンソ一世は、アラゴンを呼び、ナバラ王。サンチョラミレスの次男。ペドロ一世の異母帝ラミロ二世の同母に、レコンキスタを積極的に行い、29の戦いに、勝利したことから、無人王と言われる。1104年に死去した兄に男子がなかったため、アラゴンナバラ王位を継承した。アルフォンソ一世は、エブロ川進出を図り、 サラゴサとレリダ攻略を目標に設定1107年にレリーダ近郊を攻撃ベルチテ、モレエリアなどサラゴサ南方の町を攻略してサラゴサとの連絡を分断1117年2月からサラゴサ包囲を開始した翌118 11年にローマ教皇ゲラシウス2世がトゥールーズで呼びかけたフランス貴族の十字軍がイベリア半島へ南下 アルフォンソ一世は十字軍の増援を得て、同年十二月に、サラゴサを降伏させた。1百二十年にもアキテーヌコーギオーム九世以来十字軍を、加え、サラゴサ南西へ進軍、エブロ川支流のハロン川流域の町、カラタユを、包囲救援に現れた村人ビトアサ、アミールアリーイブンユースフの援軍を打ち破り、六月に、カラタユを征服。 ハロン川流域の他の都市も落とし南へ領土を拡大した。一方、1109年にカスティーリャア,アルフォンソ6世の娘で女王に即位した、また10枚、裏かと結婚したが、この結婚にはカスティーリャ貴族の反対が多く、二人の仲も悪く、内乱のきっかけとなったため、1111 11年に離婚した。二人の間に子供はなかった。 1113年からカスティーリアに戦争を仕掛け、1114年にアラゴンへ帰還してからも、カスティーリアへの敵対行動を続け、サー軍の反乱を先導したり、サラゴサ陥落から、翌年の1119年にカラオラタラソナットゥデラエピラボルハなど、カスティーリア東部の街を占拠し、西と南に拡張したアラゴンの威信を大いに高めた。さらに、 ケニーが揺らいだ村阿人町の足元を見透かして、モサラベがアルフォンソ一世に内通し、放棄を約束。1125年9月にアルフォンソ一世はこれに応えてアンダルシアまで長距離遠征を観光、バレンシア、ムルシアなどを略奪して、通過、1126年1月にグラナダに達した。モサラベの放棄は起こらなかったが、 アルフォンソ一世は一万人のモサラベを連れて帰り、エブロを川流域に定住させた。残ったモサラベは、村人町に迫害されたが、この遠征で、アリーの威信は、失墜、反対に、アルフォンソ一世の名声は増した。征服活動の傍らで、都市政策、ムデハルへの対応にも目を向け、サラゴサなどアラゴンが占領した都市に泊まるムデハルには、 生活、財産を保障して退去も残留も、自由とし、引き続き住む無であるには、死骸という条件付きながら、居住を許し、キリスト教徒と差別しない寛大な処置を取った。1122年に、プエンテラ・レーナにフェローを発布し、自治都市の形成を促したほか、テンプル騎士団、西洋ハネ騎士団を、イスラム教徒に対する戦力と考え航空した。 1127年からカスティーリアをアルフォンソ7世の反撃に遭い、1131年までに国境を押し戻され西の領地は減少したが、1133年にメキネンサを攻略し東へ進出した。1134年6月にフラガを包囲中、バレンシア総督イブンガーニャの待ち伏せにより重傷を負い、9月8日に死亡した。アルフォンソ1世は、 自らの死後、王国を、テンプル騎士団、西洋羽騎士団などの諸騎士団に依存する、遺言状を作成したが、遺言に反対したアラゴン貴族は、ロダイコールバル司教であった弟、ラミロを現属させ、アラゴン王ラミロを二世とした。一方、ナバラにおいては、ナバラ貴族が、ガルシア五世の創尊ガルシア六世を、ナバラ王位につけ、アラゴンとナバラの同訓連合が解消された。 ありがとうございます。